こんにちは、ポンタです。今日はですね、昔からずっと買い揃えてきたキャンピングチェア、これをですね、実際見立ててありますのを使って、その差をですね、皆さんに分かっていただければと思います。はい、大きさは様々なんですけど、でかいですよね。これ、ビッグサイズ用なんですね。大きい体の方向けのチェアとして、私はそういうサイトから購入しました。大きい方向けのサイトからですね。これが一番新しいです。そして日頃これ使ってるのはこれが一番多かったんですけど、これは低いやつですね。焚き火する時とか、今流行りのやつですね。それとここにありますのが、これがスノーピーク、これが一番古いです。これはもう二十数年昔から使ってますので、はい、これも含めてですね、座り心地、そして使い方、などをですね、比較していきたいと思います。よろしくお願いします。最後までどうぞご覧ください。はい、まずはこの一番小さいタイプですね、これを見立てていきたいと思います。これが一番、時間がかかるんじゃないかなと思います。じゃあスタートします。久しぶりに組み立てるので、ちょっと時間がかかるかなと思います。こうですね。こうですね。ですから、どうだろう。もう最初から戸惑ってますね。こうかな。違いますか？はい、出来上がりですね。そんなに低くなかった。こんな感じです。はい、時間かかりましたね。何分でしたかね。はい、ということで、これが一つ目。次にこのスノーピークですね。昔から使っているこのタイプ。これが二つ目。これは組み立ては簡単ですね。これです。もうこれで終わり。はい、非常に楽です。はい、これがもうそうですね。もう20年ぐらい前からずっと使ってきた。はい、そしてこれが最近一番よく使っているタイプですね。これはコールマンのタイプです。皆さんも結構これはお持ちじゃないかなと思ってます。金額もそんな高くないです。これはもう広げるだけですよね。はい、こんな感じです。それでこうですね。これはドリンクホルダーもついています。はい。はい。今度はこれです。これはロゴスが作っている大きい体の方向けのキャンピングチェアですね。大きいサイズのお店で取り扱ってましたので購入しました。これ結構しましたね。お値段がいくらだったか。1万までしないんですけど、これですね、よいしょ。これ袋から出すときにこのホルダー、ドリンクホルダーがね、結構ね、当たるから、よいしょ。組み立ては簡単ですしね。
広げるだけです。そしてアームレストがついてます。よっ、で結構傘もありますね。足はつきますけど、なんとか、はい、こんな感じです。大きいです。ですからこう背もたれ、はい、頭がちょうどですね、ここに後ろに当たるぐらいで、ちょうど使い勝手はいいかなというふうに思っています。ただ収納サイズがでかいですね。こんなですから、はい、2脚持っていくとき重たいですね。これが、コールマンのタイプです。これは、まだ買って2週間ぐらいですかね、はい、これは何がいいかというとリクライニングできるんですよね、はい、これだと意外と簡単でした。これをつけてよっ、ここから出して、はい、こうなんですよ。これで出来上がりで、こんな感じです。こんな感じ。ですから、ちょっとご飯食べるときは、よいしょ。テーブルがあって、ご飯食べるときにはこんな感じで飲み出して食べる感じになりますね。うん。これいいんですよね。背もたれにちょうど頭が深く入りますので、はい、非常に、座り心地がいいです。少しね、お尻がこう下がる深い感じになりますけども、まあこの中では一番リラックスできるかなというふうに思っています。それで、この椅子のいいところ、ちょっとですね。やってみます。横に向けていいですか。座ってこれ、はい、アームレストをこう引っ張ってあげると、はい、リクライニングできるんですよね。もう完全に、はい、ご飯を食べた後に、はい、寝る体勢にすぐ入ることができます。気持ちいいです。なかなかいいですね。グッドです。ということで、はい、まあ、一番古いのがこれですね。そしてこれ、そしてこれ、そしてこれが1年半ぐらい前ですかね、買った。そしてこれが国際品、はい、買ったばかりのリクライニングできるキャンピングチェア。まあ、用途によってね、使い方は変わってくると思うんですけど、荷物があまり積めない場合は一番右側のですね、あのヘリノックスタイプのやつですね、これを使って、そして、まあ、このスノーピークの場合は袋がありませんので、こうやってこうですね、こんな感じになりますので、また用途も若干違ってくるかなというふうに思っております。まあ、このロゴスの大きいサイズのタイプが一番、かさばるので、使用頻度は今まででも一番これが少なかったですね、ということで、まあ、これからはこれが一番多くなるんじゃないかなというふうに思います。これ楽ですよね、はい、ということで、キャンピングチェア、はい、5種をですね紹介してみました。ぜひ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして評価の方もですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。